はい、バーベキューするときの火起こしにはね、やっぱこういうやつあると便利ですね。これはね、こんな感じです。これとかだとね、多少の風は大丈夫。でもこれじゃなくて、火打ち石で火をつけたらかっこいいと思いませんか？それがあるんですよ。本日紹介するのはこちらです。マグネシウムファイヤースターター。これどうやって使うのか？このようなものになってるんですね。なんか鍵みたいなやつと、なんか鉄板？なんか先っちょがね、これギザギザになってます。これはね、ただ擦ってもダメなんですよ。この先っちょのギザギザ？ギザギザとね、こうするとね、ほほほ、見えたこれ。ほっ、ほっ。実はこれで火をつけるのです。では早速やってみましょう。では火のつきやすいティッシュいってみますね。いきますよ。ほっ。お、惜しい。お、来た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 。来ましたよ。あちゃ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 。これで火が上がったらね、段ボールとかもうちょっと燃えやすいやつにしていく。今ね、このような感じでございます。次にね、木。こういった木を入れて、よしよし。よしよし。こうなったらね、次、木炭を入れていきましょう。はい、そしてね、10分ぐらい経つとこのような感じです。はい、もうバッチリ火が起きましたね。あとはね、よっこいしょと。ここにね、火をね、よっこい。はい、てな感じで赤々とした炭ができましたと。まあこんな感じでね、このファイヤースターターでも、これを使っても、まあちょっとコツは必要なんですけども、このように火起こしはできるみたいです。他これのポイントとしては、このようにね、これがね、水に浸かっちゃった。まあ雨に濡れちゃった時でもね、これをね、ちゃんと拭いて、拭いて。で、こすってあげればね、ほら。はい、こんな感じで火はつきます。結構雨に強いんですね。他にもね、まあこういったガストーチ、これの火付けにもね、いくぞ。てな感じになります。おー、カメラ燃えるとこだった。でもね、やっぱりこういったガストーチの方が火はつけるのは簡単です。さて、最後こちら。この、雨に強いマグネシウムファイヤースターター。気になるお値段は送料込みで190円でございます。むしろね、こんだけ安いんだったらね、なんか、ネタの一つとして持っておいてもいいかもしれません。まあ、こちら購入ページについては説明欄もしくは私のブログの方に貼り付けておくので、もしね、こういったおもちゃ欲しかったら購入してみてください。以上、ちょっと面白いファイヤースターターの紹介でした。外のスライド式ガストーチ。いわゆるね、ターボライターのことです。ではね、早速使ってみましょう。こんな感じのものですね。